山本久災から1893年7月20日は、明治時代の社会事業家である。徳富ロカの小説、黒い目と茶色の目のヒロイン、久世のモデルとなった人物で、ロカの初恋の相手でもある。小説の題名のうち、黒い目は、新島城を、茶色の目は、山本久災を指す。山本久災の墓、山本角馬と、五歳小田じ栄との間に生まれる。 母の時境は、盲目の角馬の駒使いとして13歳から働いていたが、17歳で被災を見ごもり、翌年、25歳年上の角馬と正式に結婚した。その後、脊髄損傷で死体不自由となった角馬を支えながら、被災を育てていたが、不義密通を疑われ、明治19年に離縁され、被災を置いて山本家を出た。 ひさえは1885年に洗礼を受ける。1888年、同志者女学校を卒業する。在学中、徳とミロカと恋愛したが、1887年に破談になる。秘伝と聖母寺坂へとの離別で悩んでいる時に、諸配湯の幼きイエズス修道会京都支部のフランシス修芸塾に通う。修道女たちとの交流をきっかけに、 プロテスタントからカトリックに改修し、1892年11月1日、ミドン宣教師の下で改修式と洗礼式を行う。ブランディンの洗礼名を受ける。父、カクマを最後まで見取り、その後は修道院で生活をし、修養孤児の教育に従事する。また、カトリック看護婦養成事業を開拓する。 父が没したわずか半年余り後の1893年に、農膜園で死去し、河原町三条の天守公会堂で葬儀が行われた。墓は、京都市左京区獅子方に若王子、山町の若王子山同志社墓地内の北西宮に、山本家一族と共にある。元婚約者だった、徳富呂川、被災が亡くなった21年後の大正3年に、黒い目と茶色の目を発表した。 カトリック・河原町教会の洗礼台帳に見る山本角馬と被災の洗礼。カトリック・河原町教会だより、2020年12月29日閲覧。聖ザビエル天主堂。ありがとうございます。